のが赤城だよね。はい。ね。方向的にそうだよね。およそ700メートル先、国土交通省前は右方向です。あるよねこれ。目的地は湖なのかな、やっぱり。あそこの、目指してる。ねえ。あそこ。おお。とろろそば、天ざる、いいね。うん、くねくねってきたよ。ここで13カーブ。おお、標高線。結構ご飯どころとかが。お、なんかいっぱいいる人、お買い物してるよ。ああ、なんかでもこの辺のなんか記憶あるかもしれない。なんか見たことあるそうな。17。こんなしれっと赤城って始まってたんだね。影響受けなかったの？今はほとんどないんじゃない？カーブ25、勾配 9.2% だったよ。1100、情報がいっぱいあるな。忙しいな。
奥の駐車場に一回止めて、うんうんうん、手前で止めちゃったんだよね。もうちょっと先まで行けたのにさ、うんうんうん、カーブ40、もうちょっと岩肌が見えてきたからもうちょっと出てくるかな。41、42、岩肌が43、結構向こうから来る車が多いね。もう午前中に観光済ませてじゃあ帰ろうかって感じなのかな。おお、カーブ49のところだ。
やっぱ雨水がとんでもないっていうのも分かる。そう、だって到達で180ぐらいあったでしょ。ねえ、ここの倍ぐらいあるってことだよ。ね、だいぶこう感じると短いよね。天気いい時に来れてよかった。前回来た時なんかポツポツ雨が降ってたもん。そう、行きの時は多分そうでもなかったんだけど、赤城から帰ってくる時にちょっとポツポツ来てた気がする。おーおー、なんかすごいいい感じ。走ってる人いるよ。あの峠越えてきたのかな。およそ700m 先、左方向です。およそ300m 先、左方向です。いけるんだよ、うん、私は知っています。一旦ここに置かなければあの事件は起きなかった。まもなく左方向です。この先実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。その先 200m で目的地周辺です。
なんか、ガッタンしそうだね。大丈夫？おうおうおう、こっち側も湖なのか。結構みんなこっち来てんね。ちょっと風がやっぱあんだね。峠っていう峠もあんだね。とんでもない峠だったりしてね。なんか細そうだよね、鳥居峠って名前からなんか。ねえ、想像するだけだけど。5キロ以上道なりです。駐車場いっぱいあるね。ね。もうバスとか電車で来るじゃないじゃん。エンジンブレーキ併用。
頭が広がってる。うん、噂をすればバス走ってるよ。道幅狭いのにさ、結構観光バスとかさ、知ってるもんね。初めて走るときめちゃめちゃ怖いよね、きっとさ。
おお、みんな入っていく。バスの後ろ嫌だって言って。山パノラマ街道とは書いてあるけど、赤い峠じゃないの？ねえ、赤い峠じゃないの？